できない人になんでできないとか、こうやってやれって言いようがないんですよ。はい。だ経験させて自分で身につくっていうことしかできないんでね、教育の仕方っていうのはピアノの先生もそういうことをよく考えて相手を見て指導しないと、多分自分がストレス溜まっちゃうんじゃないかなと思ったりするんですけど。そうですね、確かにそうだと思います。アーティストになりたいかどうかっていうのは、本当に習い始めの時からそういうふうに決めてくる人っていうのはほとんどいないと思うんですよね。でそこでアーティストっていうのを、まあ、自分で本当に目指すっていうことであれば応援できるようにもしておくし、で一方でその私も11年間ヨーロッパのクロアチアという国に住んでいてですね、はい、スティーブ・ジョブス氏と春田さん何年間でしたっけ？7年間。スティーブ・ジョブスっていうとすぐに首を切る人じゃないですけれどもすごい厳しい方というねイメージがあるんですよ。で日本人は本当にやっぱり表現することが苦手でですね、私も向こうに行って自分が考えていることを話すのがすごく苦手だなというふうに感じて、まあ、そういった経験があるんですけれども、まあ、そんな中でそういったスティーブ・ジョブス氏とやり取りがあったと思うんですよね。でそこで音楽っていうのは一つですね、まあ、クラシック音楽なんかはヨーロッパの様々な国の作曲家の音楽を学ぶことですよね。音楽を通して異文化をその学ぶことができると私は思っているんですね。だから音楽っていうのは言語がなくて本当に共通言語だなっていうのをすごく感じていて、まあ、原田さんドラムやられてるのでそういった経験もあると思うんですけれども、そういった時に日本人でですね、これから私はその音楽で世界で活躍する人を世界的ピアニストになるかならないかは置いといて、世界活躍する人たちを音楽で育てていきたいと思ってるんですね。でそこで日本人で世界で活躍するにはですね、どんなことを今の子どもたちがこう学んでいく必要があると思いますか？日本の教育の一番間違ってるところはコミュニケーション力です、うん、それと自分で考える、自分で知らない世界を発見する、こういった日本の教育っていうのはですね、難しく言うと横軸に手段、縦軸に目的と考えると、先生から習って記憶する、これは日本の教育です。グローバルの教育っていうのは自分で探求して発見するってことなんですよ。いわゆる知識を記憶するっていう教育ではなくて、やっぱり自分で探求して発見する、英語で Explorer and Discovery ですよね。自分で探しながら発見する、これがやっぱり本当の教育で、そういった教育ってのは英語だとか数学だとかいう世界でもできるんですが、日本はそういう教育してないんですよ。一律に一つの答えを出すって教育してますから、偏差値ってのはそういうことじゃないですか。はい、偏差値が日本の能力の評価軸で、アメリカはその他っていうのはそうじゃない。そういった教育で一番、じゃあ何がいい教育かっていうと、音楽、スポーツ、アートです。見てください、日本人はスポーツ、音楽、アートの世界では世界のトップクラスで活躍してるんです。確かに、はい。なぜ活躍できるんだ、ルールは一つだからです。世界共通のルールでやってるからです。ビジネスは各国ルールが違う、文化が違うんです。だからグローバルの対応がしたルールの中で日本人は対応できないんで、ビジネスのグローバルリーダーなかなか出てこないんですよ。で私はグローバル企業44年経験して、日本人の資質は非常に高いと思います。生真面目だし、勤勉だし、だから音楽、スポーツ、アートの世界ではトップクラスで活躍できてるんですよ。ビジネスの世界ではルールが違う、文化が違う、それを理解してコミュニケーションする能力がない。特に英語の話していいですか？はい、お願いします。なぜ日本人は英語喋れないか。教育が間違ってるんです。一つ目、最初から文法を教えるんです。日本語文法から習いました？ちっちゃい時。いや、そんな文法っていう概念さえなかったですね。はい、そうでしょ？うんうん、日本語の文法らしきものは、高校になって五段活用だ、なんとか活用だって、後で教えるようなもんで、普通の会話から始まったわけですね。はい、文法を教えることが一つの間違い。二つ目の原因はですね、日本人は喋れないことが、間違うことが恥ずかしいと思ってるんです。失敗するから喋らないということがもっと恥ずかしいんだという教育をしなきゃいけないんです。そうなんですよ。私それをすごく向こうに行って思いました。そうなんです。もう間違ってでもいいから何か話さないと、もうそこに存在する人にならないんですよね。そうなんです。だからそこの教育をね、黙ってる自己主張しないことが本当に恥ずかしいんだって教育しないと。それがある意味もう失礼に当たるっていう感じですよね。だから私はね、音楽もスポーツもアートも多分そういう世界だと思いますよ。失敗してもどん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 トライしない限り新しいステージに行かないじゃないですか、うん、そういったスポーツアートの世界ではね、そうやって
失敗を恐れずにどん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 チャレンジできるのに、ビジネスとか英語の世界では失敗は恥ずかしいと思ってるんですから。これ大きな間違いがあると思いますよ。だから日本人はね、音楽の世界でもね、この前のコンテストもね、日本人が、ね、はい、トップに入賞してるしね。そうですよね。ゴルフだって、サッカーだって世界中で活躍してますからね。私はピアノの先生にはね、ピアノを教えてんじゃなくて、人間として成長させてんだっていうね、そういうこう人間力養成っていうミッションがあると思うんで、頑張っていただきたいと思いますよ。はい、はい、ありがとうございます。本当に改めてこう、まあ、私たちはすごい大きな役割を、ね、担ってるなというふうに気づきをいただきました。本当にありがとうございます。今後で原田さんのもっともっと本当にお聞きしたいことをたくさんあるんですけれども、今後その原田さんは YouTube チャンネルの方を新たに立ち上げられるということで、こちら年内には立ち上げられる予定なんでしょうか？まあ、11月中旬予定だったんですけど、編集は結構大変で、スタートしたら毎日アップしようっていうことで。わあ、すごい。はい、あの事務所今一生懸命編集中です。そちらではどんなことをなんかこう話されてるんですか？大きく3つ。開口録。私も幼少の頃からね。はい。自分の経験から学んだこと。そういう開口録。それからビジネスの実践的なケーススタディ。3つ目が、今だから言えるここだけの話です。今だから言えるここだけの話。なんか例えばどんなことあるんでしょう？それはね、メディアっていうのは、もう特に最近のデジタルのネットの世界では匿名で誹謗中傷当たり前でしょ。はい。一般の一流メディアもですね、やっぱり私が社長現役の時には勝手なこと書くわけですよ。もう嘘だらけ。その当時はそんなの嘘だって記者と戦ってもいいことないですから、やっぱりずっと我慢してる部分ってやっぱりあるんですね。マクドナルドの業績不振はこうだった、あだったとかね、ベネッセの情報漏洩事故はどうだったとか書かれるんですけど、私全く漏洩事故なんて私の就任前の話なのに、まるで私が起こした問題のように書かれるわけですよ。はい。そういった本当の話、あの時は言えなかったけど本当の裏話ってやつも時々やります。なるほど。めちゃくちゃ楽しみですね。メディアとの戦いも炎上も覚悟の上でやろうと思ってますから。はい、ということですのでね、原田さんの YouTube チャンネルが立ち上げたらですね、私のこちらの下のね、概要欄の方にリンクの方を貼らさせていただきたいと思いますので、ぜひですね、原田さんの YouTube チャンネルもですね登録して、毎日原田さんのね話が聞けるチャンネルっていうことで、もう本当にすごいなと思うんですけれども。私はね、長年仕事してきて、日本の若者のね、はい、グローバルでの活躍っていうものがやっぱり一番の日本で大事なことだと思ってます。そういう若者の経営の基本、リーダーシップの取り方、こういったところが今の学校教育では不十分だと思います。うん、従って私が世の中に何か残したいと、はい、経営教室セミナーもいろんな方と一緒に勉強してますけど、ずっと残すっていう意味ではね、 YouTube ってライブラリー残るじゃないですか。はい、私が死んだ後も残そうと思ってますから。そういう意味で始めるんです。よろしくお願いします。本当に貴重なものですよね。ぜひですね、お子さんともね一緒に見ていただきたいなと、生徒さんと、そして生徒さんのお母さんにもね勧めていただけたらなと思います。はい、はい、では原田さん、貴重な人に本当にありがとうございました。はい、また機会があったらよろしくお願いします。はい、はい、どうも。